そいつはヤモリ、ヤモリ、そいつはヤモリ。ライブにカツ節があるかと言いますと、これは最高級カツ節、レイコさん作です。なぜこれがあるかと言いますと、猫のお嫁入りという歌を私見つけました。これなんかね、ご存知でした？童謡みたいですよ。どっかの地方の童謡 で私も初めて見つけたんですけども、貝から今在みんなこのように猫が好きでして、で猫の歌などを作ったりやったりしてるもんですから、じゃあちょっとこれを一つ猫のお嫁入り見つけたのでやってみようかなと思います。さあ私猫になりきってお嫁入りに行きたいと思います。猫のお嫁入り、赤い首輪
勝手に作ったんですけどね、勝手にこの子をバツさんにしてしまいましたね、この後この子はね、どうなるんでしょう、ちゃんとお嫁入りできるんでしょうかね。で、次はね、猫のお話なんですけど、愛からゴンザでは、猫のなんていうかショートストーリーを毎回してるのですが、これ続きものになっておりまして、今日はね、コサバ物語2って言うんですけどもね、いきなり2でなんだって大概の人は1も何も知らないぞっていうことなんでね、ちょっとねざっくり前後までのあらすじみたいなのを説明させていただきますとね、コサバっていうね野良猫なんでございますけども、まあ、野良猫のお父さんとお母さんのところに生まれた野良猫です。5人兄弟の末っ子でね。で、まあ、野良猫のお母さんとしてはまああれでしょう、お父さんは大体どっか行っちゃうのでね、母子家庭になっちゃいますので、これ自分が5人育てるの大変だなってことで、これは人間にもらっていただこうということでね、公園に連れて行って人間にもらえるようにね、こうお行儀よくしなさいって言って行くわけですけどもね、上の4人のお姉ちゃんはお利口で器量よしだったので人間に無事もらわれていったのですが、コサバだけはちょっと尻尾が折れてて鼻が垂れてたもんですから人間にもらわれずに残ってしまいました。そこでお母さんは仕方なしにコサバを連れて、コサバと2人の、母子家庭ができるわけです。でもコサバはお母さんのことが大好きで、まあ、お母さんもね子供のことが好きで仲良く暮らしていたのですが、お母さんに恋の季節が来てしまいまして、お母様は豹変してしまいます。子供より男を選んだお母さん、コサバは初めての大ショックを受けます。さあ次のお話はここら辺から始まっていきますよ。よろしゅうございますか。ではいきますね、コサバ物語2出会い編。コサバは腹ペコだった。母親に恋の季節が来て突然捨てられた尻尾の折れた猫コサバ、抱えきれない悲しみと絶望で三日三晩走り続けたコサバはドブネズミのように真っ黒だった。それは駐車場のフェンスの下にあった。猫用ペットフード、通称カリカリ、コサバは一心不乱にがっついた。久しぶりの食事、初めての一人飯に夢中なコサバは周りの気配を察することなど到底できなかった。ふと顔を上げたその時、背後から衝撃の一発を食らい、コサバはフェンスに叩きつけられた。振り返ると見知らぬ猫たちがコサバを取り囲んでいた。どこのドイツだこの猫、どこのドイツだこの猫、見かけない猫、臭い猫、お前は誰だ、どっから来た、なぜ俺たちのカリカリを食ってんだ。コサバは縮み上がった。おおやわ、コサバ、あっちあっちから来て、おお腹がペコペコで、ごめんなさい。いいかよそののここは俺たちの町だ、そしてこのカリカリは俺たちのものだ、なぜなら俺たちは宮町野良猫組合の組合員だからか。秩序とルールを守って、そうさ秩序とルールを守って賢く生きるのさ、俺たち宮町の
組長の合図で青年部の猫たちが小サバを取り囲むと、真っ黒い肉球から鋭い爪を出した。小サバが恐ろしさのあまり失禁してしまった。ところが次の瞬間、青年部の猫たちが次々とすっ飛んでいった。とそこには大きなサバ柄の猫が立っていた。弱い者いじめをするやつはクソだ。野良猫組合の猫たちは蜘蛛の子を散らすように退散していった。サバ柄の猫サバオは一匹猫だった。宮町の野良猫で野良猫組合に所属していないのはサバオだけだった。命拾いした小サバは嬉しくてニャーニャー言った。うまー、おじちゃんありがとう。おじちゃんは強いんだね。ねえおじちゃんってさ、昨日屋根の上でお空を見ていた、あのおじちゃんだろ。サバオはこれには答えず、おじちゃんはやめろと言っただけだった。小サバは勢いよく鼻をすすり上げると言った。ありがとう兄貴。おいらの兄貴はサバの猫サバオ、おいらは子供の尻尾の折れた子サバ。これは偶然なんかじゃなくて引き寄せの法則から、強い男はつまない、優しい。こうして小サバは小サバとしての人生を歩き始めたのだった。小サバ物語をお届けいたしました。そこだったね。なんか小サバの尻尾みたいだった。するのかよ。こうして小サバは小サバとしての人生を歩き始めたのだった。あ、これこれ。どうも失礼しました。すいません。やり直させていただきました。ありがとうございます。ね、これね、このお話ね。これ続いてますの。子供物語ね、こうやって兄貴と会いましたでしょ。で、このね、兄貴と弟子入りしてね、いろいろあってね、その後もいろいろあるんです。
いろいろやってるね。いろいろやってるのね。一度今度この全部つなげてやってみたら。一回ね。ねどうなる？サバ男サバの物語というステージをやっても面白いよね。ねみんなが疲れちゃうかもしれない。疲れる。聞き疲れちゃうかもしれないね。さあ、ではね、一部最後の曲になりました。テンポください。テンポ。ね、これね今度ねカマキリの歌。カマキリ見たことあるかな？みんな歌うよ。さあ何どんなことして歌ってくれるのかな。おじいちゃんは何をしてくれるのかな。不思議だな。本当に食った私薄緑色なの。私顎が尖ってるの。僕はカマキリ。ある日池のほとりで出会い恋に落ちました。蝶々浜で落としたり、トンボ、ハサミ打ちしたね。二人でプラトニックなく私たちの関係。プラトニックなく清らか。プラトニックラブ私たちのデートはプラトニックラブ。我慢もつながない。あの日私たちはダンゴムシを追いかけて遊んでいた。コロ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 無邪気に転がるダンゴムシを追いかけていた。その時私のカマとあなたのカマが触れ合って、私は禁断の本能スイッチが作動してしまったのです。あなたが欲しいたまらなく欲しい、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 あなたが欲しい。いただきます。そしてまた恋の季節が来た。薄緑色なの。あたし顎が尖ってるの。俺はカマガニムシ。Thank you.
いいたします。
Thank you.
薬師丸のひろこ様がお歌いになっていらっしゃいました、ね、でその後なんかね若い子が今歌ってたりするんですけど知らない？あれね今ね若い子歌ってるんですよ。そうなんですか？なんかちょっと AKB チックの人が歌ってたりするんですけど知らないね。
こいしょ。すぐ取れない。ここから。出やがって。落としたく落としたく。もちろんよくわかんない。いつもこういろいろ毎回ちょっとずつ曲変えるんですけど、そのたんびに当日不思議な小道具があってね、これはどこで使うの、カツオ節みたいな、ね、あ、これ使った、これもあったんすよ、これプラトニックラブでカマキリがねイブシギンとか言って残念でした。その月のバースデーの方をお祝いしておるのでございます。今月は6月のお誕生日なんでございますが、実は先ほどいらっしゃったんだよね、あ、まあ、先ほどいらっしゃった、息子様が、ね、誕生日だったのにお帰りになってしまいまして失礼しました。いい残念でした。年頃にお祝いしたいところですが、ところがりっちょんちょん、なんと素晴らしい人のお誕生日なんです。しかも今日なんでございますね、しかもなぜか働いている、ワーキング中、ほんまやってられへんで、ちょっと今休んでますけど、さっきまでね頑張って注文聞いてね、かいがいしく働いてます。ジュリ様、ジュリ様がいるからキーラーと、キーラーのジュリ様、ジュリ様のキーラーでございます。うまいこと言うて分かんねということでね、ジュリ様にはねハッピーバースデーのお歌とともに悲しき天使をお届けしたいですか。ちょっとあのごめんね、進行がよく分かってなくてね、どうなるか分かりませんけど、ちょっとやってみましょう。じゃあまずハッピーバースデーをみんなで歌いましょうか。いきますよ、ね、ハッピーバースデージュリちゃんって言ってね、
のね、じいさま、じいさま起きてる、起きてる、あのね、マイクにね、マイクに曲忘れてて、あーどうぞ、何やったっけ、ジュリ様、お誕生日おめでとうございます。そこで、では今日はジュリ様に一曲歌っていただきましょう。はい、どうぞ。ジュリ様は素晴らしい歌手でございますね。むちゃぶりに弱いね。遊び慣れたことないけど、そうだっけ、歌ったことないけど、さあ休もう。こんなこともあるんですよ、ギラー坊さん。
ってね、面白いでしょ。時々の時に来てくださいね。さて次はね、ちょっとね、昔懐かしいしっぽりとね、アングラの女王と言われました浅川真紀さんの曲と、それで、ね、寺山修司さんが歌詞をつけた不幸せという名の猫というのと、あと永遠のマドンナ系と言いまして、あがた森生さんご存知でしょうか、ね、まだあがた森生さんの方はご健在でご活躍でいらっしゃいますが、これちょっと2曲昭和の歌を続けてお届けしたいと思います。不幸せという名の猫。灯油の影、ああ
後に抱いていた大きな綺麗なチョコレートのペーパーボックス。船乗りだった父が陽光帰りに持ち帰った舶来の箱には、若き日の夢のごとき肖像ごとがしまわれていた。遠い帰らぬ日々と人と異国の海と国に馳せた幼き心の彩られし日々。そしてそのポートレートたちの中に、なんとも不可思議なブロマイドが K というイニシャルを抱いていたのである。
ないか、あ、そうか、そうだね、もうぼちぼちね、終わりになってきましたので頑張って歌いたいと思います。シャンゼリゼは猫だらけ。屋根を歩く時に走る道行く人を見下ろして、広場に一番いつもの止まり場、階段を降りたら
Thank you.
Thank you.
Thank you.